皆さんどうもこんにちは。ゼルダの伝説スカイウォードソードやっていきます。聖なる水を探してこいって言われたので、こっちでいいんだよな、多分。向かいます。あ、ここにモニュメントがあったんだね。前回ここまで行ってここで終わればよかったね。ロリア湖。あ、ここはもしかしたら。うん。出た。ムシップストーン。あ、ありがとう。不思議な壁に愛の形を描けば癒されるらしい。何それ。不思議。愛の形を描いたら癒される。こんなのこれ乗れるのかな。あ、乗れた。可愛いな、ハスの上に乗る。なんかどっかに繋がってんだからすごいな。こっち？あ、ほんとだ。道あるわ、よく見たら。ちょっと待って、水の中なんかあったかな。エピーがあるな、一応。エピーとか。長玉とか。ここってまだ行けないのかな。あー、滝がすごくて行けなさそう。大層な神殿みたいな場所で入り口があるんだけどね。じゃあこっち行くか。バッタもね、捕まえていこう。ちょっと虫浴びて、手に。移動するとは思わなかった。ヒローネの森の南西と推測、地図で現在位置を確認してください。おう、行ったことなかったんだっけ？こんなとこに。あ、でもこれであれか、ショートカット。ロリア湖の、どっか、こっち方面。どれだ？大樹の中とかかな。とりあえず、あの辺の、でかい敵とか置いといて。わかりやすいね、上がると。あ、やっぱあっちの方だわ。そこだね。で、女神警部、あ、あっちか。2個あるな。お、カブトムシが。あれ？あ、そっか。なんか虫取り網使わないでも取れる虫もいたかも。どうやって降りようかな。どの辺だったっけ？この真下じゃないな。あ、ここから降りよう。もう一箇所あるんだよな。あっち先に降りれたらなって思うんだけど、あっちの方が高くない？位置が。まあ、いいか。ちょっと降りよう。on! Okay. Oh? Ah, これでも来れるとこだったか。なんかちょこちょこあれよね。絶対フックショット的なやつだと思うんだけど。あ、とりあえず、行きましょうかね、もう。もう一個あっこにあるけど。こっちね。こっちか。掴む。森の奥。すげえ、ぶっ倒れたゴブリンの方に向かってった蜂。こっち方面。ん？なんか水っぽいものあったかな、この辺。で、ここで？お、ありがとう。虫や魔物にかけると何かが起こる。キラキラした胞子っていうのはキラキラするキノコから取れるらしい。へえ。魔物や虫にかけると何かが起こる。キラキラした胞子。なんか前に生放送してた時にコメントであったんだ。もうすぐやって言ってるよ。ここの水な、この神殿内から聖なる水の反応がありましたが、ここではタウジングできません。反応の距離から最深部にあると推測。新たに地図のバツ印を目標にして再び神殿の奥へと向かうことを推奨。以前ここへ来た時よりも多くの魔物のオーラを感じます。お気をつけください。嘘でしょ。またここ攻略することになるとは。えっ、じゃあ縦横縦横、よし。やだな、魔物強くなってんのな。キラキラするキノコってこれ？あ、君あったの？なんか胞子取れんのかな？あ、取れた。キノコの胞子を瓶に入れた。巨大なキノコから吹き出した粉。とりあえず持っていこう。何に使えるって思ったよな、リンクは。この神殿のキノコか。お、蝶々が飛んでるけど、お。もうよいよーんって出てくんのかい。びっくりした、お前。久しぶり。あんた、確か前に火山で会ったよな。確かにこんなとこまで出張してんの？ここでトレジャーハントしようってか？違うよ。隠したって俺にはわかるぜ。お宝の匂いをポンポンさせてろしな。あんたもあの岩みてえなやつの噂を当てにしてきた口だろ？噂？先を越されてたまれかよ。え？ここの神殿に何かあるって噂になってんのかい？これは、スカイウォードでいいのかな？ん？剣で描く。愛の形ってハートってこと？癒されるらしいって言ってたけど。でも本来ここ何書くんだろう？あ、すごい！イエーイ！これは癒しだぜ！じゃなくて、本当にそんだけ？あ、本当に、ハートが出てくるポイントってことな。こっから奥まで行けないから簡単に。ほんとだ。なんか全然違う魔物でやん。緑じゃない今度。緑のゴブリンってきちゃった。下降りていくとなんかあるから他に。キース。びっくりしたな。もうスイッチを作動させたりとかしなくていいのか。ほんとだ。ここさ、キースとかいたっけな。魔物が増えてるな、すっごい。あ、びっくりした！見えてたけどさ。目の仕掛けとか、仕掛け系はもう、元には戻ってないね。これ、飛ばせるかな？うわ、風がーみたいになってる。うわ、立ち入った。とりあえず危ないフグは飛ばしとこうね。いて！嘘だろ？弓矢使うんかよ。それは厄介だな。あ、いや、邪魔だ！邪魔！ちょっと待ってよ。かわいい。パンツ何色？パンツ見てなかった、そういえば。変態みたいな感じになっちゃった。緑のゴブリン。ファイに話聞けばよかった。焦ってた。あれ？なんで鍵かかってんの？誰が鍵かけたのね。ちょっと。なんでパチンコ。なんかあるのかな。どっち行こう。え、待って、でも宝箱さん。開いたやつしかマーク出てないしな。わかんねえ。ん？あ、せっかく魔物から鍵をかっさらったってのに。鍵持ってたんか？どこの穴に隠したか忘れちまったぜ。あの鍵で金になるお宝が手に入ると思ったんだけどな。この辺に埋めたはずなのによ。じゃあこのエリアでいいの？頑張ってんの。いなかった魔物いるもんな。さっき三つ首のやつがいたところに行ってみるか。ここだよね。こいつが持ってたりするかな。うわうわうわ、来た来た来た。位置が悪い。スッ。オッケーオッケーオッケー。ハートが出ただけか。もうハートだけ。てかさ、水の中泳げるようになったんだからさ。もしかしたらなんか水の中にあったりするんかな。なんかこう、いろいろ。前展望の神殿に来てた時はこんなことできなかったもんね。ちょっと水の中を移動することも頭に入れとかないとな。じゃあ今度こっち側に行きます。あ、あれやっぱ見つかんないぜ。鍵を埋めて隠したのはいいんだけど、場所がどこだったか忘れちまった。どこだったっけ？やっぱこっちの部屋じゃないのかもな。あんた地図とか持ってないか？あ、印書いてじゃん。鍵。埋めて隠したのはいいんだけど、場所がどこだか忘れちまった。地図あるけど、どこだよ。どこに埋めたんだよ。教えてくれ。マークしてくれや。岩みてえなやつが言うには金の彫刻ってものが奥にあるって話よ。大事な扉を開けるものらしい。知ってそうな顔してんな。なんで雲いないのに雲の巣あるんだよ。ハート。そういえばこの穴掘りポイントって前からなかったか？今回追加されたのかな？いって、なんか食らったし。この水の中は何もないか。ちょっともう一回。そういえばここちっちゃい部屋があったな。水かさが増える前に行ったとこだ、これ。行けんのかな、今。あ、いけるんだ。すごい。スイッチがあって。お。あったあった。よかった。やっぱこう新しく追加されてんのかな、穴掘りポイント。よしよしよし。なんつうとこに埋まってんだ。これで進めますと。ありがてえ。26位。もうどんだけ魔物増えてんだよ、ここら辺。で、さすがに奥に行くのに鍵はかかってないだろうな。穴掘りポイント増えてるからちょっと見て回るか。なんもないんかい。よし。あ、もう一周したかな。うん。これ真ん中何があったっけ？宝箱あったっぽいけどなんか変わってる？嘘！びっくりした。そっか、もうそういう仕掛けやったな。そこの仕掛けはさ、どうするんかい？なんかどっかビートル組んでスイッチ見つけてくるやつだったか。あったあった、これか。こういうとこの仕掛けは作動しやがって。なんでだよ。でも後ろの扉がさ、シャンってしまった時ほんと怖いよな。絶対ボス出てくるなって思う。ちなみにこういう箱の中身って変わったのかい？あ、妖精！でも空いてる瓶ないんだよな。なんか謎の粉入れたし、あ。ルピー！いや、嬉しいね。お財布にまだ余裕があるから、20ルピーは嬉しくてよ。行くか。これ、ポチンとちょん切らないとな。ポチンとな。オッケー。鍵閉まったっけ？おい、いいゲーだよ。よし、オッケー。お。ほりほり。オッかねー。これもしかしたら他の神殿もまた巡る流れになりそうだな。うふう、また弓矢撃ってんな。いいなぁ、私も弓矢欲しい。うん、ボヨン。これを縦にして。あ、てか爆弾あるじゃん。これを持って特攻すればよくね？あ。ほらほら。バーン！ははー！まったく、逃げろよな、お前ら。てか、また飛び出し待ってんの、ここ。鍵ないと開かないやんね。あ、てか、持ってないのかな、前。前使った時になくなっちゃったのかな。こんなとこまで遠出したってのについてねえぜ。どうやら先客がいたらしい。ここには水以外何もありゃしね。そんなもん欲しいやつなんてどこにいるってんだな。俺もう帰るわ。じゃあな。てかこいつ穴掘れるんだから鍵なくても引き来できんじゃねえか。てか奥の扉ってもう開いてんのか。金の彫刻はなんとかって何やったん。この扉を開けるもんやと思ってた、金の彫刻。やだ、水以外ないんでしょ？ねえ、なんで？増えてるんですけど、どういうこと？ご利用し。スタミナ管理しよう。スタミナ管理大事。よし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 。あ、よかった。復活するタイプかと思った。うわっ。え、かっこいい。よし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 。めっちゃ回転切りのご利用しだったけど。どうせハート入ってんだろ？早くしてから行こう。いや、優しいよね、こういうとこはね。あ、爆弾使えば楽だったのかな？確かに。バラバラに吹っ飛びそう。近くに聖なる水の反応あり、魔物のオーラが感じられないため、ここでのダウジングは可能です。この辺大体聖なる水なんじゃないの？もうこの辺の、これかな、なんかこういう、水場でも、特定の一部分じゃなくてダメとかあんのかい？この辺？妖精さんがいるこの辺りが一番聖なる水感あるのかな？こうか。待って、妖精、キノコかけっか。うははは。魔物に使えばよかったね。結局この粉が何だったのかっていうのはよくわかんない。おっ。聖なる水を手に入れた。水流の傷を癒すという清らかな水、肌の水にはない力を秘めている。この水が水流の水がめに入っていたものと同一である確率 95%。水流の元へ戻りましょう。お、優しい。外に出してくれた。やべえ、こういう時に、なんかこういう時に、フィローネ様何か起こってないか見に。珍しい形してるな。なんかめっちゃありがち展開だと思うんだけどさ。フィローネ様がさ、水取ってきてほしいって言うじゃん。で、取ってきて帰ってきたら、フィローネ様いないとかさ。魔物に殺されたとかさ。連れ去られたとか。いなくなったとか。ありがちよな。ちゃんといてくださいよ、頼むから。押した。壊してないな、そういえば。ルピーだ。やったぜ。よかった、いた。おお、それは間違いなく聖なる水、本当に持ち帰ってこれたか。では、はよう、この亀に入れるのじゃ。お、てか瓶一杯で足りるんかなっていう。え、うーわ、でっかっ。よく収まってたな。え、すごい。服着てんの？それとも服着てるみたいになってんの？すごーい。こんな姿だったんだ。力がみなぎってきたぞよ。すげえ、確かにこりゃ水流様だな。この姿こそわらわの本当の姿。女神様よりこの地理を任されし水流フィローネの姿じゃ。人間よ、わらわの言いつけ通り聖なる水を手に入れたことを褒めて使わす。女神様の試練を乗り越え、その水流の鱗を手に入れたのは偶然ではないようだな。では、約束通り聖なる炎へ導いてやろう。ついてまいれ。お。見ておるがいい。あ、なるほど、通れなかったとこか。おー。すげえ、これシャチホコみたいになってんだ、この入り口。聖なる炎はこの先にあるぞよ。滝に閉ざされていたとはいえ、長い年月を経て魔物どもが救っておろう。だが真に、女神様に選ばれし者であれば問題ないはずじゃ。お前とはいずれまた会うであろうが、せいぜい気をつけていくがよい。さらばじゃ。ほら、シャチホコみてえな。魔物が救っておるってことはさ、男女なわけ。男女なんですか？聖なる炎まで長えな。ダンジョンだな、これ。お、すご。え、なんか飛んでるけど。古の大石窟。なんじゃありゃ。めちゃくちゃ蘇りそうじゃない？なんか、不死鳥みたいな。じゃあ今回ここまでしとくか。では次回、この先進めていきます。ではではご視聴ありがとうございました。